こんにちは、グランピーのしもりです。今日はオールシティのピストバイク、ビッグブロックが入荷してきたのでその紹介をします。で、先軽くざっとどんな自転車かっていうのを紹介するんですけど、ビッグブロックは、ピンクと、赤で濃い赤の塗り焼けの一応これ3色のペイントになってます。でグラデーションペイントになってます。カメラじゃ多分ここの切り返しのところ分かりづらいかなとは思うんですけど、一応3色になってます。でめちゃめちゃ綺麗なペイントです。で、まあ、光が当たるとラメが入ってて綺麗にキラキラ光るような感じです。まあ、オールシティらしい、もうこの雰囲気がもうオールシティって感じでいいです。で、ついてるパーツは基本的にはもう全部ポリッシュパーツ、シルバーパーツになってて、ブレーキもシルバーで、ステム、ハンドルもシルバーとか、あとシートポストもシルバーだったり、でホイールも、シルバーのポリッシュホイールがついてて、リムがすごいもう結構なポリッシュなんですごい綺麗です。だから完成車のホイールって結構もう無名のメーカーで、デザイン性があんま良くないものが多いんですけど、オールシティのやつはもうちゃんと、3リムの、ちゃんとしたところのリム使ってるんで、綺麗でしっかりしたホイールになってます。でクランクとかもオールシティのロゴが多分入ってると思うんですけど、オールシティって書いてます。このクランクになってます。だから完成車のクオリティっていうのはすごい高いものになってます。でこれなんですけど、カスタム、これが完成車の状態で、値段が13万円ぐらい、税込みにすると14万ぐらいになるんですけど、それぐらいの値段です。で、どんな人に乗ってほしいかっていうのがあって、今ピストバイク持ってなくてこれから始めようかなって思う人とか、あとはまあその固定ギア試してみたいなっていう人とかにはすごいおすすめの自転車なんですね。で最初にちょっとカスタムしてほしいなって思うところがあって、一つものも買ってきます。こういったハンドルバッグがあるんですけど、ピストバイクって今まではすごいシンプルがいいとか、もうブレーキもつけないのがいいとか、そういうのがかっこいいみたいな、まあ、風潮だったんですけど、やっぱそういうのってみんな同じような自転車に仕上がってしまって個性が出せなくて、まあ、みんな同じ自転車に乗るぐらいだったらこういうふうにもうブレーキ堂々とつけて、でこういうハンドルバッグをつけて、まあ、それぞれの個性を出していくっていうのが、まあ、今のところそういう流行りがあってなんでつけるんです。まあそうですね、まあ、だからちょっと今つけないですけど、こういう全体的には完成車のまんまなんですけど、ハンドルバッグつけるだけでなんかもうそれだけでその人の個性が出るというか、まあ、その人のスタイルが出るんでかっこいいですね。でこれハンドルバッグあるとこういう風に中に、まあ、荷物とか、まあ、携帯電話とかですね、こういうのを入れておくのにも便利だったりとか、まあ、カバンを背負わなくてもちょっと街乗り行くときにポケットから荷物も全部入れてくれるんで、すごい楽に走れます。僕はもうこういうハンドルバッグのスタイルが好きで、いろんな人に言ってきて、つけてもらったりとかしてるんですけど、やっぱそれぞれみんなそういうハンドルバッグだったりフレームバッグとかつけてもらうと、みんな同じような自転車なんですけど、こういうところで個性を出してそれぞれ違いを出していくっていうのがかっこいいです。はい、だからおすすめです。最初にだから完成車買ってもらって、こういうふうにハンドルバッグをつけるっていうのがいいと思います。で次に、もう一個あるんですけど、最近、こういうピストバイクでシクロクロスを走るっていう、まあ、固定ギアでシクロクロスを走るっていう競技があって、それトラックロークロスっていう競技なんですけど、それが、この間9月8月末に、世界選手権があったんですね。で、まあ、それは関東の方であったんですけど、その時に、まあ、こう固定ギアでノーブレーキでアクロを走るっていうちょっと意味わからないような競技なんですけど、すごいかっこいいんですよその人らが。で、まあ、ちょっといい写真を見つけたんで、ちょっと YouTube のリンクも貼っておくんですけど、映るかな。これ同じ車体でこういうふうにブロックタイヤを履かせてるんですね。でノーブレーキですね、とかあとこういうふうにノーブレーキでシクロクロス固定ギアでやるっていう、これはもうこんな風にジャンプしたりとかで、これすごいかっこいいなと思ってて、完成車で
最初タイヤがこういう風にちょっと普通の街乗り用のタイヤがついてるんですけど、こういう風にパナレーサーのグラベルキングとかを、これ 32C なんですけど、一応これブレーキをロングリーチタイプにすると 32C が入るんで、まあ、トラックロクロスとか今リンク貼るんで見てかっこいいなと思ったら最初こういうのカスタムするのがいいと思います。なんかタイヤ太くするとスキッドとかはしづらいんですけど、まあ、街乗りとかで空気圧多い分こういうタイヤよりはすごい乗りやすくなったりとか、あとはもうみんなで一緒にそのオタガの河川敷でちょっとトラックロクロス練習しようやとか、広島からそういう盛り上げていけばもっと面白いと思うんで、ぜひとも、僕も多分やると思うんで、トラックロクロス一緒にやりましょう。まあ、そんなとこです。だから固定ギア最近はまた昔と違ったスタイルでかっこよくなってるんで、ぜひチェックしてください。以上です。